カゼールは日産自動車で生産され日産モーター典系列で販売されたシルビアのやや上位に位置する小型乗用車である九百七十九年シルビアが三代目にフルモデルチェンジしたのと同時に発売開始されたシルビアの姉妹車であるシルビアとは販売会社が分けられシルビアが日産サニー典系列の扱いであったのに対してカゼールは日産 モーター店系列での扱いとなった。北米、欧州向けなどの輸出名称は 200SX だったが、S12 型が、豪州でのみ、日本国内と同じガゼールの名称で販売された。構造は、シルビアと共通であるが、販売店の顧客層を考慮し、川巻のパーキングブレーキレバーグリップの採用や、ディーラーオプションで用意された。 エンジンフードのガゼルのグラフィックなど高級感を演出した外観や内装を特徴とし、シルビアに比べやや上位の位置づけであった。また、価格もガゼルの方がシルビアより5000円高かった。外観上の両者の際は、フロントグリルがシルビアはブロックタイプ、ガゼルは横スリットとなり、リアコンビランプもハードトップは見分けがたいものの、ハッチバックは格子と横基調の違いで、 比較的わかりやすい。その他工術のフェンダーミラーのほか、B ピラーのデザインも異なる。シルビアが黒を基調とした外観を採用していたのに、対し、ガゼエールはメッキパーツを多用して、個性をアピールしていた。搭載エンジンは Z、Z18、e、Z18E 型時価4.1、800cc 及び Z、e 自家、Z20E 型時価4.2、000cc が搭載された。 グレードは装備と搭載エンジンから t i t 2で i d 2 g i g 2の6種類。また、日本初のドライブコンピュータなど先進機器を多く搭載した。三代目シルビアと合算した販売終了前月までの新車登録台数の累計は162,525台。当時放映されていたテレビドラマ西部警察では、 石原裕二郎を演じる小暮課長の専用車として、2000G2 の5速 MT をベースに、自動車電話譜のガゼールのオープンカーが登場した。この激用車のボンネットトランクに描かれたグラフィックは、社名の由来となったカモシカの仲間であるガゼルをイメージしたものである。なお、同社は、北海道小樽市の石原裕二郎記念館に2017年8月末日の、 閉館まで展示された。この仕様は日本では市販されなかったが、北米では本社と同様にカスタマイズしたものが専門ショップから発売されており、10台ほどが日本にも逆輸入の形で入ってきている。1983年8月、シルビアと同時にフルモデルチェンジし、2台目が発売開始された。先代と同様、 ノッチバックとハッチバックの2本立てで生産。ノッチバックはセンターピラー付きのボディになったのに伴い、日産による公式な呼び名はハードトップからクーペに変わった。加えてワイパー付けフルリトラクタブルヘッドライトを採用した。搭載エンジンは先代の Z 型に変わり、CA18S 型時価4.1、800cc キャブ。 CA18E 型時価 4.1800cc、CA18ET 型時価 4.1800cc ターボ、そして FJ20ET 型時価 4.2000cc ターボの4機種となった。また、世界初のパーウーハー、日本初のチルトアップ機構付け電動ガラスサンルーフ、およびキーレスエントリーなどが採用。 FJ20ET 搭載者のキャッチコピーは、ムレよ、さらば。外観上のシルビアとの違いは、フロントグリルやテールランプなどで見分けることができる。グリルは、シルビアが横長長方形を組み合わせたものに対し、ガゼールはハニカム状のもの。テールは、クーペ、ハッチバックとも、シルビアが縦型デザインに対し、ガゼールは横型のデザインになっている。ボディカラーでも、 シルビアガゼールで、各々のツートンカラーがあり、その配色でも見分けることができる。1986年2月、シルビアがマイナーチェンジされ、CA18 デッド型 DOHC ターボエンジンが搭載されるのと同時に車種を統合され、ガゼールの販売は終了。4代目シルビアと合算した、販売終了までの新車登録台数の累計は23,086台。 後継者は存在せず、4代目 S12 型シルビアに吸収される形となった。海外輸出は唯一、豪州のみ行われた。シルビアと同様、富士グランチャンピオンレーススーパーシルエットに参戦した。ドライバーは、柳田春人、オーストラリアツーリングカー選手権に1986年から参戦。翌年にマークスカイフが、 シリーズチャンピオンを獲得した。アジアアフリカに生息するカモシカの仲間であるガゼルに由来する。ありがとうございます。